超英釈は大韓民国出身の元プロ野球選手。一旦打者から投手に転向し、また打者に再転向したという異色の経歴を持つ。2009年にソウルヒーローズに入団した。2010年はジョーシュ・ゲルキン、クレ・ザイ,イチなどとファースト争いを繰り広げて65試合に出場。しかしレギュラー定着には至らなかった。 2011年には6月21日の LG ツインズ戦で2軍に下がった後、打撃不振を理由に投手に転向した。しかし活躍を見せられずわずか2試合の出場にとどまり、シーズン後には内野手に復帰した。2012年のシーズン後に警察野球団に志願し、合格した。2013年に契約し、翌年に除隊され、チームに復帰。 除退後は主に三塁手として出場するが、2016年のシーズンは一塁手のバックアップでも多くの出場をした。2017年は7月29日サムスンライオンズの林大館を相手にデビュー初満塁ホームランを打った。さらに9月3日のキアタイガース戦では、金守優を相手にサヨナラアンダを記録し6点差からの大逆転勝利に貢献した。また9月10日は、 s k イバーンズ戦でメリル・ケリーを相手にホームランを放ち、初2桁本塁打を記録した。最終的に2017年のシーズンは60試合に出場し、2割台の打率、50安打、30得点、38打点、12本塁打で自己最高記録を記録した。2018年には前年に見せた姿のために期待を得て、個人歴代最多試合に出場したが、 成績は、前年度より減少し、期待以下の姿を見せた。2019年は序盤こそ、レギュラー三塁手として打点1位を記録したが、シーズンが進むほど、打撃記録が下落した。2020年1月、僕俊太とのトレードで、キアタイガースへ移籍した。しかしキアでは1年半の在籍でわずか4安打に、打点0本塁打の記録しか残せず、 2021年7月20日に、金明さん、文前、はじめ、郝一春とと共に、ウェーバー工事を要請された。しかし獲得を希望するチームはなく、7月28日に、自由契約選手になった。その後8月3日に現役を引退し、かつて勝負捜査事件で、永久失格になった文愛が運営する、野球アカデミーの講師として活動することになった。 https://www.jnilbo.com コロンススララッッシシュュスラッシュ m スラッシュピュースラッシュメディアスラッシュピューコードイコール 202K1072 兆1143億7557万3610ありがとうございます